伊勢市消防本部は、三重県伊勢市の消防部局。管轄区域は、伊勢市、渡来郡玉城町及び渡来町全域。玉城及び渡来町は、伊勢市に常備消防事務を委託している。詳細は、消防連邦を参照宇治山田駅の東野通信手段が未発達だった頃、市街を見渡せる宇治山田駅の東野は、火事の発生を発見するのに適しており、 日の宮倉として利用された。当番員は1時間交代で警戒に当たっていた。1936年10月1日、宇治山田市消防組常備部が開設され、宇治山田駅舎に事務所を設置した。消防組は1939年4月1日に解散し、代わりに宇治山田市警防団が発足、同警防団の本部消防部が引き続き、宇治山田駅舎に 事務所を設置した。警防団は1947年9月13日に解散した。1949年4月1日、宇治山田駅舎に宇治山田市消防本部が開設された。また1951年7月20日には日出張所を開設した。1955年1月1日、伊勢市消防本部に解消。1964年2月24日に、 北出張所を開設した。1968年4月6日、西出張所が伊勢市宮町から同市中島町に新築移転する。神田久志本町時代の庁舎1968年4月30日、近鉄鳥羽線建設により、宇治山田駅舎からの立ち退きを余儀なくされ、消防本部は伊勢市駅前の旧観光物産館に移転した。 さらに1971年6月1日、神田久志本町に本部を新築移転し、火星実施により、総務課、消防課の2課を設けた。1975年4月1日には、伊勢市近隣の4町1村から、消防事務を受託、広域消防体制となった。それを受け、同年9月12日に、玉木出張所、11月25日に、渡来出張所、 1976年3月1日に、尾又出張所、3月22日に、二見出張所を開設した。1977年4月1日には、予防課を新設、参加制とした。玉木出張所は1981年8月10日に、玉木町さへ新築移転している。1982年12月1日、文書制を導入し、小股出張所が、 小幡文書に昇格、同年12月23日に小幡町下おばに新築移転した。また1993年4月1日に西出張所を西文書に昇格させ、翌日に伊勢市場版に新築移転した。1999年3月15日には消防本部庁舎の耐震工事が完了、この工事で高さ約30メートルの暴露が撤去された。 2005年11月1日、伊勢市、渡来郡二見町、小幡町及び三の村の新設合併による新、伊勢市が発足したことに伴い、新たな伊勢市消防本部を設置した。2008年3月27日には、二見出張所を二見町茶屋55の位から二見町茶屋417の位に新築移転した。2009年4月1日に来た出張所閉鎖、代わりに、 ミソの文書を解説した。2010年4月1日には通信司令課を増設し、4課生となり、2011年3月8日には、渡来出張所を、渡来町棚橋357-3から棚橋1199に新築移転した。2016年2月29日、消防本部県消防所神田久志本町から楠部町へ移転した。 消防本部県消防署には、微生死防災センターが併設され、センターは、同年4月1日から業務を開始した。同年12月27日、日本特使当業から、啓発車両と増水体験装置の寄贈を受けた。ありがとうございます。